さあ決定戦、 1P 側前田、 2P 側がチャリ。前田はブランカをレショウに先方シフト、そしてチャリはバイスを大将に置いてきましたね。あの大将バイスが今まで数々の逆転劇を生んできたんで、どうなるかちょっと見てみたいですね。さあ先方押すのはホンダ、体力はまだ減らされてない状態でブランカの体力をすでに6割ごっそりと奪っている。さあこれはまずい、画面足から逃がさない、ガーキャンでお前まだ出てくるなよと。上井レッパーには小足から頭突き、そして張り手ちょっとやりすぎましたね。ここは着火落とし、しっかり読めているこの本田強え。さあこれは前田的にはブランカが倒されたのは相当痛い、そして本田の体力は満タン。頭突きを当てて画面足から出したくない本田、画面足から出たいけど出されない。さあいい投げ、出してやるけどお前向こう行けよと言わんばかりのピー投げ、振り向きしゃがみチューンパン、新しすぎる。さあなんとか自分のペースに持ってきた前田ですが、前転発動からの前中継見てから続き余裕でしたよと。さあ続きで追っかけて置き攻めは百貫落としで回避。さあチャリが止まらない、投げてこっから逆二択が始まります。さあここは前傾に潰す、で 目押しなんかつながらないんだろうと、百貫落としを置いてある。そして張り手張り手張り手、強敬投げに来たとこは強敬潰して、ここは正連。さあちょっと落としたがフォローして、ようやくサガットが出てくるが、このリードはかなりきつい。このサクラがどこまで粘るのか。そして中堅のサガットはレシオに確実に殺しに来ましたね。さあ強パン強敬当てて、小足からの春風はガーキャンで体力奪いつつ置き攻めを回、最後は落ちない前からジャンプ強敬、先にリーチをかけたのはチャリ。さあそして大将は列車1のベガ、これは前田きついが根性でカバーしないとダメだ。さあ前転を投げる、あとチキンガードから上キャノン、しっかり対策しているよと。あっとこのミスがどう生きる、中継キャノンさすがに殺しに来ますよね、もう体力余裕あるんでと言わんばかりに。さあこれ体力は残り少ない、最後は一か八かの馬にガードされて勝ったのはチャリー。